ピッチャピチャ戦果を拡張中なり。ことの端前で、喧嘩競争、3。全国の喧嘩競争ファンの皆様おはこんばんちは。おはこんばん。ドイツとの戦争が終わった1955年2月。そろそろリソースは9万やな。植民地のリソースはどんどん減ってるけどね。最初4000くらいあったイギリスが今600くらいまで減っとるしな。その代わりベースリソースは倍増どころじゃないけど、他国で一番大きい日本でも4万3000やな。列強2国分の経済力を持つ、それがアメリカ。ってなわけで艦隊を戻して。射撃管制装置の小型化で、駆逐とコルベットにエレクトロオプティカルディレクターが装備可能に、SSM を使うなら必須じゃないけど、一応乾燥しとく。空母してた飛行艇、性能はあんま変わらんな。信頼性は上がっとると思うけど、耐久力を重視してロッキードを採用。3月。船体が古い、ニューメキシコ、イリノイ、コンスティチューションを解体。さすがにこの辺は解体なのね。維持費もバカにならんしな。あと、ケージュン・コロンビアとアスワース級駆逐艦すべてを解体。南アメリカへの武器輸出は却下。4インチ砲品質にも発明。4インチか、ええな。ライトジェット戦闘機のボーイングブーメランが運用開始。4月。ブーメランってオーストラリアのイメージあるわ。惑星にもある戦闘機ですね。修理中やった艦艇を移動して5月、フィンスタビライザーの近代化で駆逐艦の砲とミサイルの命中精度が増加。6月、空母のラングレーとレンジャーを解体。この辺も慣例30歳だったよ。エンタープライズ級より維持費が高くなっとったわ。本で、予算あるねー。せやな、まず、新型の戦闘機をダブル信頼性で公募。戦闘機使うの？雷撃機と戦闘機は低コストの偵察航空機として60年までは使うで。そっか、その2つは夜間も使えるもんね。本じゃ空母の改造。まずはホーネット級3隻、ジェットケイパブルをオンに、搭載数を50に。これでギリギリだね。ここからサムを搭載したいんで、ほぼ使われなくなっとる LAA を大幅に削減。甲板容量は足りとるんで、レーダーリミットを5に。とりあえず、M サムを1機搭載。ちなみに、連装は60年くらいに来るよ。空母と戦艦には乗せとく。1機なら乗るね。せやけど、ここは3インチ砲を削減して2機搭載しとく。弾薬数を減らして重量を調節。L サムが来るまではこんなもんやな。甲板容量は240か。格納庫の装甲が意外と容量を使うんだよね。外せないし。特に飛行甲板な。ミサイル潜水艦を6隻寄港。SX も同様に改装、M サムは1機。こっちは普通に排水量が足りなかったよ。2万4000トンのエンタープライズ級、搭載数を76から68に削減、M サムを単装1機搭載。ジェット機乗せないの？これがレシプロを搭載した支援用空母になるで。そういうこと？2500トンのトリップ級、SSM を連装に、環境をアルミに。純正イントレピッド、船員設備を乾燥。M サムを単装1機搭載。4インチ砲を乾燥。連装8から6に削減。1門あたりの砲弾数を増加。戦艦コングレス。戦艦は海戦に出てこないんで、船員設備と両用砲の乾燥だけで。この辺は重量も足りないんだよね。戦艦デラウェアとオクラホマ、ワイオミングも同様やで。実際のところ、3連装3機構成は口径を変えないと大幅な重量の削減ができないっぽいんだよね。3連装2機はベルト12インチ以下の純正にしか認められてないみたいで、手法を下ろすことができへん。それで今回はサムの搭載を見送ってるわけだね。また60年以降で悩みそうやで。ターンエンド。ヘリパッドを発明。これ忘れとったわ。ヘビーサムも理解しつつある。ヘビーももう来るんかい。ジェットアタッカーのダグラスデストロイヤーが運用開始。7月。サンフラン級軽巡洋艦の船員設備を乾燥、HSSM を連装に機搭載。ボルチモア級軽巡洋艦の船員設備を乾燥、5インチ連装砲を6から5機に。対空艦やけど今回はこんだけ。サムは乗せないのね。重量も厳しいし。メンフィス級従順、船員設備を乾燥、HSSM を連装に。対空砲と両用砲を削減。ハンティントンも同様に改装。12000トンのブルックリン級2隻は30年経ってたし、重量の空きが少ないんで解体。2000トンのディケーター級、船員設備を乾燥、HSSM を連装に、魚雷を削減。アルミにするのを忘れる。アルミにしてたらミサイルの予備も搭載できたね。それな、
残りの人生はヘビーサム待ちで後回し。ミサイルジャミングの向上で誘導兵器の被弾率が低下。8月。5インチ砲が品質1に、うわマジか。改装した艦艇に5インチ砲搭載艦結構あったで。9月、余裕がなければ次の改装はライトサムと連装が来てからになるかな。5年くらい先やな。イギリスが18インチ砲品質ゼロを売ってくれるって、購入、2の頃はなかった46センチ品質ゼロ、搭載艦を作るかは未定やで。10月、優先誘導魚雷の発明で潜水艦の魚雷命中率が増加、ヘビージェットのロッキードランサーが改良。11月、対戦用コルベット48隻を改装、いつ見ても多いね、ヘリパッドを搭載。重量型、エンジン置き換え、速度を18に、古い対戦装備を撤去。ちなみにヘリは1機で対戦が3、2機で5、3機で6上がるよ。最後の対戦装備の栄光ソナーと合わせると19だけど、900トンだとほぼ乗らないかな。格納庫が重いの忘れてた。1機なら格納庫なくても搭載できるから、重量効率はいいね。この艦艇はあと栄光ソナーを追加するだけやな。すでに重量ギリギリだけど。大量の駆逐艦のディレクター艦装、HSSM をすべて連装か。大量というか、全部だったよ。これ、建造改装画面な。ノースダコタが竣工。12月。コパヒ級軽空母をヘリ空母に改装。動画編集中に気がついたんやけど、ハンガーオンにしとらんわ。ヘリ空母ならハンガーなくても通るんだね。初めて知ったわ。全機露天駐機とか危なそうやな。ヘビーサムを発明。HSSM の攻撃フェーズで迎撃できる対空ミサイルだよ。損変わり重い。1956年1月は改装完了のみ。2月に新型の駆逐艦を設計。最新の駆逐艦には2000トンのバーリー級護衛駆逐艦と2800トンのトルクスタン級駆逐艦がおるけど、耐艦性能も重視した護衛駆逐艦が欲しいってことで設計。バーリー級は3インチ砲だからミサイルを撃った後の火力がいまいちだね。ドイツとの戦争で駆逐が突撃する場面があったんで、やっぱ5インチ砲が欲しい。SSM は連装2機を搭載。ヘリも搭載して5インチ砲を単装1機。1機。まあ主力は SSM やから、栄光ソナーを乗せられるようにしといて、アルウィン級駆逐艦、排水量2000トン、速力32ノット、主砲5インチ単装1機、4連装魚雷発射艦1機、HSSM 連装2機。巡船ヨークタウンを改装。機関を換装。これも30年になるけど、まだ使うの？巡船は戦場に出ることがあるし、速力を31ノットに増速。これで重量が600余ったんで、ヘビーサムを1機搭載しとく。まだ M サムは搭載しないのね。本格的な搭載は全種類揃ってからやな。今回はミサイルコンプレックスで、巡船インディペンデンスの方に M サムを1機搭載しとく。なお重いんで、両用砲を5から4インチに変更したで。でも自動装填は無理そう。まあ対空はなんとかなるやろ。最低限の改装は終わったんで、新型の空母を設計。にしても、ミサイル自体の空母設計が難しいんやけど、ミサイルは被弾すると、一発で沈む可能性があるからね。スーパーストラクチャーに被弾して火災が起こって、消火できへん。じゃあ、このゲームのスーパーストラクチャーはどこだと思う？環境じゃないん。環境はコニングタワーで防御できるね。それもそうやな。ストラクチャーに被弾するとハンガーにも当たるから、船体にある。そうだね。デッキ装甲から上全部になるよ。アッパーベルトとケースメイトを含めて上部構造物ってわけだね。広いから被弾しやすいんか。空母の場合、格納庫があるのもここ。だから航空機を保護するならフライトデッキ装甲と格納庫装甲を厚くして、デッキ装甲はそこそこにする手があるよ。ただ、この範囲の一部の格納庫だから装甲をつけても、今の時代だとスーパーストラクチャーに被弾して発生する火災を防ぐのは難しい。ほう。現実的な話をすれば、サムと航空機で全部迎撃するしかないかな。あとはダメコン強化やな。で、ゲーム的な話だけど。ほい、赤い部分を守ればいいから、副砲に2インチケースメイトを搭載して装甲を張る手があるよ。この方法なら竣工後でも強化可能だよ。ケースメイトって、砲弾最低ならそんなに重くないし、甲板容量も使わんけど効果あるんか？全部カバーしてくれるわけじゃないけど、最大数搭載して6インチ走行にしたら3割くらい防いだからそこそこ効果はあると思うよ。このシリーズではやらんで、普通に側面に装甲を張ってるね。
レキシントン級空母、排水量5万トン、速力30ノット、ベルト走行3インチ、デッキ走行1インチ、飛行甲板1インチ、格納庫走行3インチ、主砲3インチ、連装両用砲6機、M サム2機、航空機80、設計費8081、1万いかなかったか。連続ロット弾頭の発明でサムの命中率が増加。溶接でつながったロットがつながったまま広がることで目標を輪切りにする弾頭です。対航空機としては非常に高い威力を有しています。現代でもこの弾頭を使ってるミサイルは多いね。へえ、公募してた戦闘機ダブル信頼性でも機関が空いたから速度も伸びとる。航続距離と運動性能がいいマーティンを採用。現実の位置的には練習機とかになりそう。飛行艇ロッキードスカイナイトが運用開始。3月に中型爆撃機を信頼性速度で公募。4月にアルウィン級駆逐艦を6隻寄港。フルオートマティック3インチ砲の発明で射撃速度と対空効率が増加。5月シャフディスペンサーの発明でミサイルの被弾率が低下。6月何もなし。7月にレキシントンを寄港。ちょっと飛んで9月にイギリスとの同盟を解消。ってとこで今回はここまで。だね。次回に続きます。おまけはジャミングの話です。はい、ミサイルジャミングってのが出てきたな。いわゆる電子対抗手段エレクトリックカウンターメジャーの一つですが、実際は妨害と欺瞞に分けられます。代表的なのは妨害がレーダージャミング、欺瞞はチャフなどが該当します。妨害と欺瞞って違うんか。例えばラジオジャミング、まあレーダーも厳密に言えばラジオですが、指令誘導の兵器は信号によって制御しているので、この信号を妨害することで無力化します。せやけどあんまそういう装置知らんけど。実際のところ指令誘導のアンテナは兵器の尾部に後ろ向きにつけられるので妨害が難しくなります。ビームライディングは自分から照射しても自分に突っ込んでくるだけなので、指令誘導は基本的に妨害が難しいのです。へえ。そのため誘導制御してる方を妨害します。照準装置の方だね。その一つがレーダージャミング。レーダーに対して同じ周波数の電波を当てることで妨害します。方向は分かりますが距離が一切分からなくなります。ベトナム戦争でよく使われました。普通はこんな感じ。上は何も見えんわ。なお、これに対する対抗手段 ECCM は比較的簡単で、単にその方向に誘導するなどの手法があります。発信源を追尾すればええんやな。そこでチャフなどのデコイです。アルミなどの破片を散布することで一時的にレーダーに虚像を発生させます。電波の反射率が高いので信号強度で目標を追跡しているようなシステムでは欺瞞されてしまいます。ただ数と降下時間に限りがあったり、レーダーの周波数によってはチャフを貫通します。そのため現代のチャフは周波数に合わせた大きさに裁断して射出するという対策が取られているそうです。へえ。これに対する ECCM は信号強度、範囲、ベクトルに異常な変化があればこれを無視する方法などがあります。実際に異常値の検出を実装するとこうなります。検出方向と移動方向が違う場合これを無視してるよ。ならば一見すると合ってるように見えるようにします。それがレーダーの欺瞞です。レーダー波に合わせてレーダー波を返すことで距離や方向を欺瞞します。どういうこと？以前 IFF の話でレーダー波を受信したら IFF 信号を返すという話をしましたね。あったな。同じ手法で信号を増幅して返すだけで虚像が発生します。 IFF は周波数を変えていたけど、周波数を変えないとそのままレーダーに映るわけだね。なるほど。連続して返すことで中心を分かりにくくしたり、レーダーのパルス周期と合わせると方向も欺瞞することが可能です。この方法により精度を低下させます。100m でもずらすことができればミサイルの威力は大幅に減衰します。ほう。なおこれはパルスレーダー用なので連続波レーダーには効果がありません。やっぱ一つで全て対応するのは難しいんやな。はい、実際にはこれらを組み合わせて運用します。というわけで ECM の一種であるジャミングを簡単にまとめてみました。ほい、次回もよろしくな。また見てね。